はい、さあ行くすよ中華のビライエイ、コマ三振のメタイの上田エビ、朝からハイテンションです。今散歩に来てます。ここはですね名護なんですけどね、ちょっと最近お気に入りになりましたね。なんかあの音響というか自然の音響がちょっといいような感じがしてですね、口笛の練習にもいいですね。三振カモンカモン三グーカモン、はい、こっち、はい、はい、三振アップ、三振アップ、三振、こっちからじゃない、お前行儀が悪いな、こっちじゃないです、三振こっちおいで、こっちこっちおいで、こっちじゃないです、なんでお前テーブルの上に登るの、はーい、ハローってハロー、ハローベビー、はーい、こっちでしょ、はい、わっちでしょ、三振、はい、わっちだよ、はい、わっちさ、はい、三グーサンゴー、はいは。三振立てるんだよね。立つことができるようになったんだよね。はい、タッチタッチタッチ。はい、タッチタッチタッチ。はい、タッチタッチ。タッチタッチタッチできるかな、タッチタッチタッチ。あっちだよ、三振。ハローはあっち。ハローはあっちだよ。ハロー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 。で、ここは車も来ないしね、人もいないし、でも周りは全部お墓だけなんだよね。今日はもうすぐしたら、今日はあの沖縄ではもう最後のゴールデンウィークぐらいまででしょうかね、あの清明祭シーミー時期があるんで、ちょっと今日はここちょっと賑やかになるだろうね、三振ね。さあこれから三振体験があるから発声練習しとこうか、三振。間違うもんですね。別れの煙でした。この歌はですね、私が高校3年生の時に学園祭やったんですね。その時なぜか知らないけど、沖縄の芝居で別れの煙をやろうということで、高校生だったんですけど、那覇のちょうど、場所どこだったんでしょうね、かすかな記憶なんですけど、なんかその別れの煙の芝居を、やってる劇場まで行ってですね、あの頃ビデオカメラ持ってなかったんで録音してそのセリフを覚えていたんですよね。私の役はおじい役だったのかななんか役だったんですけどね。でも今でもセリフを覚えてますよ。これ分かる方はもうかなりの沖縄
沖縄通です。あんまよちゅうひゃなだわたはるわん山とんかいもきがやらさんでならんとちのあり自分へしゃにちゅっとくばかきてやらせとうて音がおかに向かってね、いうセリフなんですけどね、もう40年近くなるのによくセリフを覚えてるなぁと思います、ですから私がもしかして、沖縄民謡を覚えたのは今歌ってる別れの煙が一番最初かもしれませんね。何回も何回も、聞いて最近は弾かないですけどね、別れの煙。さあこれから、三線体験の準備をしに行きます。今日はどんな人が、どんな感じで三線をまた興味を持ってくれるか楽しみです。三振ダメよ、あっちダメ、カモン、はい、三角カモン、ゲー三角、三角カモン、アップ、はい、カモン、三角、はい、三振ダメよ、はい、カモン、はい、アップ、三角ということで、またやさーい。